の最大のイベント八幡平ヤッピー雪フェスティバルが今年も開催され、家族連れなどが思いっきり雪遊びを楽しみました。子供たちがソリに乗って親が引っ張るソリレース、こんなことが楽しめるのは今だけかもしれませんよ。雪だるま装飾コンテストでは帽子やマフラーを使って飾り付けた個性的な雪だるまができました。こんなに可愛い雪だるま一年中あったらいいのにな。優勝賞金は5万円の雪像コンテストでは制限時間ギリギリまでの作業が続きます。これは私は嘘すぎなもんで、何も嘘とか例えば象とか熊とかそういう動物すぎなもんで、それさこれにちょっとこれがいいんじゃないか。審査員も責任重大、しっかり見てくださいよ。ポイントは一体感があるもの。見て食べて遊んで、八幡平での雪遊びで思い出がたくさんできました。さて、気になる雪像コンテスト結果は、雪像隊と優勝には現金5万円が渡されます。嬉しかったです。最優秀賞となるとは思っておりませんでした。最低にも3位と、そう狙っておりました。この雪祭りを佐賀にしてもらいたいと思っております。八幡平はこれからもスキー、スノーボード、スノーシューを使って自然散策などイベントがいっぱい、まだまだ冬の八幡平楽しめそうですよ。